こんにちは、ご飯日記です。後編も見に来てくださりありがとうございます。今回は動画の最後におまけ映像もありますので、最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。火を入れてるのに外に水分が全く出ず、シャキッとしたもやし。鉄板とシェフの技術が光る一品です。いただくとジューシーでみずみずしくシャッキシャキです。そしてサザンカさんのもやし炒めは味付けを非常にミニマムでシンプルにされていらっしゃるので、たくさん残ってるおソースも一緒に楽しむことができました。そのままで美味しいからなくてもいいけど、おソースも美味しいから使いたくなっちゃうんですよね。選択肢が多い分だけ楽しみが増えて、やっぱりいいな。
コースに白米はつきますが、私は追加をしてガーリックライスにしていただきました。感動の卵入り。お味はそんなにガーリキーではなく、優しいチャーハンのよう。そして特徴的だったのが、びっくりするぐらいパラパラな仕上がりでした。ガーリックは水にさらしたものを使っているので、匂いがそこまできつくならないそうです。でも味に奥行きがある秘訣はこちら。先ほどハンバーグに使ったガーリック醤油を作るときにつけていたガーリックを隠し味に入れていらっしゃいます。特別に味見をさせてくださったんですが、この甘みは非常に深く濃い。なんと半年から1年お醤油やみりんを入れた液に漬け込むそうです。そして極めつけはこれ、ハッシュドビーフでございます。ハンバーグランチのつもりだったのに、絶品ハッシュドビーフまで味わえちゃう充実度。これはハンバーグをいただいている時に、ハンバーグと一緒に白米にオンザライスもしたいかも。ガーリックライスおかわりです。
洋風でも中華風でもない和風のチャーハンのようなガーリックライスだから、お味噌汁と漬物がよく合ってさらにご飯が進みます。最後和のテイストで締められたのも良かったな。そして目の前に広がるこの景色、もう満足しかありません。なのにここで終わらないのがこのコース。ティールームに移動してデザートタイムです。ティラミスとマンゴーシャーベットでございます。飲み物もついてきました。私はコーヒーにしました。お肉の後のシャーベット気が利いてるな。すっきりした甘さで冷たくて美味しい。大倉さんのスイーツは以前動画にしたディナービュッフェに伺った時にたくさんいただきましたが、何をいただいてもすごく美味しくて個人的にタイプ。ティラミスもやっぱり美味しかったです。これでこの日のランチは終了。大満足でした。本日のお会計です。そしておまけ映像、動画は撮らなかったんですが、実は別の日にもサザンカさんでお食事をしたので、その時にいただいたものもご紹介します。シェフおすすめのメニューがまだあるようなので、また伺いたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次のご飯でお会いしましょう。バーイ。